ハイスクールパレット。今回ご紹介するのは三重県立上野高等学校独自の取り組み、未来探究。前回は放送部の皆さんをご紹介しました。こちらの4人が上野高校を紹介してくれるはずなのですが、ここからは森岡と白井が上野高校について紹介していきたいと思います。で、理数科の2人組が来てないんだよね。理数科は普通科と違って木曜日は1限多いので、その理由で来れてないんじゃないかなと。そうです。理数科だけ1限多い。理数科だけ1限多いですね。そうです。ここに文部科学省スーパーサイエンスハイスクール指定校と書かれています。上野高校は令和元年度にスーパーサイエンスハイスクールの指定を受け、科学技術や理科、数学の教育を重点的に行っています。なんかさ、上野高校で特に紹介したいみたいなとこある？どうしても明治校舎が紹介したい。そんなに行きたい？行きましょう。じゃあ行きましょう。着きました。はい、こちらが明治校舎です。明治33年に建設された校舎で、明治期の旧制中学校建築として現存する数少ない建物です。校門とこの明治校舎が1989年3月27日に県の有形文化財に指定されました。明治校舎についてのなんかイメージとかってある？男子はあんまり関わりがないかなと思います。女子は更衣室とかで使ってるみたいですけど。部活動で明治校舎を使っているギターマンドリン部の元へやってきました。この中でインタビュー受けてくれる人。明治校舎についてどう思いますか？私たちギターマンは明治校舎で活動しています。今は耐震工事のため合奏の時しか使えないんですけど、音の響きとか温かさとかギターマンにとってはかけがえのない場所だと思ってます。いつまでも明治校舎を受け継いでいってほしいです。やっぱりこの明治校舎は上高生にとって誇らしい存在なんですね。森岡くんと白江くんに無茶ぶり。かっこよくインタビューできるでしょうか？すべてアドリブです。こんにちは。はい、こんにちは。何の教科を担当されてますか？はい、生物です。なるほど。部活動の顧問されてそうなんですけど、何のスポーツの顧問されてますか？はい、見ての通りの男子のバスケット部です。今その先生から見て男子バスケットボール部はどんな感じですか？和気あいあいとしてみんな楽しそうにしてるかなと思います。なるほど。じゃあ最近のマイブームみたいなのはありますか？僕もバスケットをやり始めて体を動かすことです。ありがとうございました。はい、何を目標に頑張ってますか？県大会に出れるように頑張っています。最近のマイブームは？最近のマイブームは漫画を読むことです。好きな教科は？数学です。なぜ好きなんですか？難しい問題を解いていたら楽しいと思うからです。ありがとうございました。次回は未来探究について紹介します。お楽しみに。バイバーイ。どっちそっち ABS